ジーコことアルトゥール・アントネス・コインブラはブラジル出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。2018年7月から J リーグカシマ・アントラーズの高知県テクニカルディレクターを務める。愛称であるジコは痩せっぽちの意味でより言音に近い表記をすれば随クとなる。小柄な体格であり、しばしば白いペレと呼ばれることもあったが、実力も ペレ同様に高く、最も技術のあるフィニッシャー、最も優れたパサーの一人、1980年代、初頭の世界一の選手とも評される。さらに、歴史上最も優れた、フリーキックのスペシャリストの一人としても知られており、速いスピードで曲がるボールを蹴ることができた。2004年3月には、ペレによる偉大な存命サッカー選手125人にも、名を連ねた。 歴代最も偉大なサッカー選手と言われるペレは今までの間私に最も近づいたのはジーコだったと述べた。ブラジル代表では72試合に出場し52ゴールを挙げており、FIFA フフワールドカップでは1978年、1982年、1986年の3大会に出場した。これらの大会では優勝を逃したが、1982年の ブラジル代表は最も優れたブラジル代表の一つと言われている。1981年と1983年に雑誌ワールドサッカーは世界最優秀選手に選んだ。日本代表監督として 2006FIFA ワールドカップに出場し AFC アジアカップ2004では優勝を果たした。またフェネルバフチェス K を指揮し、 UEFA チャンピオンズリーグ2007-08で、準々決勝に進出した。ポルトガルからの移民で厳格な家庭であったという。パン職人で生計を立てていた父は、フラメンごと、プロ契約寸前までいた GK であった。ジョゼ・アントネス・コインブラとイタリア系の母、町腕の五男一女の罰師として出生。母親は、息子、アルトゥールをピアニストにさせたかったが、 彼の兄弟アンツネストエドゥアルトの影響もあり多くのブラジル人と同様にサッカー選手を目指すようになる。家業の仕立て屋も多忙で父、ジョゼの遅い息子だったこともあり、実刑の絶過とエドが両親の代わりにジーコの面倒を見ていた。CR フラメンゴ時代1967年14歳の時にブラジルリオデジャネイロのフラメンゴのユースチームのテストに合格しか入 細身で、フィジカルも弱かったが、体を鍛え抜くなど、弱点を克服。ユースチームで116試合81得点という、記録を残すと1971年にジーコは、フラメンゴのトップチームに昇格した。前年、現夫人となるサンドラと出会い、4年後の1975年にサンドラと結婚。フラメンゴでは、10年以上にわたって在籍し、 中心選手としてプレーし、コパリベルタドーレス1981や、トヨタカップ、4度のブラジル全国選手権で優勝した。コパリベルタドーレス1981では、得点を量産し、決勝のブレロア戦、ファーストレグで2ゴールを決めて、勝利に貢献、セカンドレグを0から1と落としたが、優勝決定戦となったサードレグで2ゴールを決め、優勝に大きく寄与した。 同年トヨタカップでは、リバプールを3-0と破り優勝、ヌネスの2ゴールをアシストし、大会 MVP に選ばれた。また在籍時の28歳の頃、AC ミランへの移籍が進んでいたが、破談になった。ウディネーゼ時代1983年に、イタリアのウディネーゼ移籍。この移籍は、フリウーリー地区のみならず、イタリア国内でも、大騒動となり、 イタリアサッカー協会により移籍が合法的に行われたかの調査が行われた。8月21日のコッパイタリア、グループリーグのボローニャ戦で移籍後初ゴールを決め、9月12日、セリエ A 開幕説のジェノア戦で2ゴールを挙げ戦烈なイタリアデビューを飾り、さらに第2節のカターニャ戦でも2ゴールを決め、その後、 さらに2試合連続ゴールとセリエ A 開幕戦から4試合連続ゴールを決めた。ジーコ個人は1983から84シーズンに19得点を挙げ得点ランキングの2位となった。これらの活躍によってサポーターの人気を集めた。1984から85シーズンは怪我での離脱長期の出場停止があったが3月31日のインテルで 約半年振りのゴールを決めると、次節のイベントス戦でもゴールを決めたが、契約の問題で、このシーズンを最後に、イタリアを去ることとなった。また、インテルへの移籍話もあったが、うまく交渉がまとまらず、実現しなかった。G コ自身インテルへの移籍に非常に乗り気だったので、残念だったと語っている。1989年には、ブラジル代表としての引退試合を、 ウディネーゼで開催した。また2017年にチームを訪問すると、ファンから大きな歓迎を受けた。1988年には、日本のトヨタ入りの話が出て、条件などが話し合われていたが、交渉はまとまらず、1989年3月27日に、イタリアのウディネで、ブラジル代表引退試合が行われ、同年12月のブラジル全国選手権。 フルミネンセ戦がブラジル国内の公式戦最後の試合となった。フラメンを在籍中に731試合に出場し508得点の記録を残したが、得点はクラブ史上最多記録である。翌1990年のブラジル初の大統領選挙によって誕生したフェルナンド・コロール・デメロ大統領はジーコをスポーツ担当大臣に任命した。 ジーコはおよそ1年間この政治的な任務を務めたが、1991年に将来のプロリーグ参加を表明していた日本サッカーリーグ2部の住友金属工業集球団のオファーを受けると大臣を辞任し、再び現役選手としてピッチに立つことになった。ジーコの入団について当時 J リーグ理事長だった川淵三郎は当初、 紹介した小賀電機工業サッカー部にそのまま加入してもらおうと思っていたが、当の小賀電工はジーコ入団に難色を示し、その後断りを入れた。そのため、新たに住友金属を紹介したところ、住友金属のアピールもあって、ジーコの入団が実現したと語っている。ジーコ本人は日本からの打診に難中していたところ、ルイスアントニオ高崎が、 プロ選手としての獲得という契約を出され、何ら具体的な連絡もなくビジネスの定石から逸脱した自己承諾のような状態に老狽する。引退イベントもすでに終えて、年齢的に再び選手として走る気はなかったが、ゼロからプロサッカークラブを築くという話に魅力的なものを感じたジーコは、住友金属と契約し来日。 カシマサッカースタジアムのジーコゾーカシマでは、選手としてプレーするだけでなく、現場での全体への指導や試合中の采配も、兼任し、カシマスタジアムの芝の長さも自ら決定していた。その結果、旧二部リーグの弱小チームを、名実ともに、日本を代表するサッカークラブに成長させることになるが、 来日早々は有名ゲスト扱いで毎夜何だかの会合に呼ばれてはスター選手としてもてなされていた。しかし、当の本人は練習場へは電車で通勤し、ロッカールームには所属選手らの汚れたシューズが散らかっていた際は、こんな汚いところではくつろげないよ。次も、こんな状態だったら僕が全部捨てるよと激怒するなど、日本人のサッカーに対する姿勢の改善に、 進していた1991年7月26日の岩田市長バイサマーサッカーヤマハ発動機戦で直接 FK から住友金属遺跡後初ゴールを決めると8月18日の JSL 三菱戦で公式戦初ゴールを決めた1992年10月11日の J リーグカップサンフレッチ広島戦ではハットトリックを決めた 1993年の J リーグが開幕前にして、サントスの他にもう一人外国人の戦力補強が必要だと考え、アルシンドを日本に呼び寄せた。イタリア遠征を行うが、セリエ A のチームに次々敗北、クロアチア戦では1-8と大敗、帰国後、カシマスタジアムのコケラ落としとなった、フルミネンセーフシートの親善試合で、ジーコは、 カシマスタジアム第1号となるゴールを決め、勝利した。迎えた、開幕初戦、名古屋グランパス戦でいきなり、J リーグ初のハットトリックを決め後から0で勝利した。2節以降は怪我で、欠場、6月23日ベルディ川崎戦で、復帰したが、またも怪我で欠場したものの、アントラーズは、ファーストステージ制覇。セカンドステージでは9月3日のジェフ市原戦での、 延長 V ゴールなど、13試合6ゴールの成績を、残し、天皇杯の2回戦、東北電力戦では、ヒールボレーでその後も称賛され続けるゴールを挙げた。しかしチャンピオンシップ、ベルディ川崎戦のセカンドレグでは退場処分となった。1994年第1ステージは怪我の影響で5月14日のサンフレッチェ広島戦から復帰、6月1日のガンバー大阪。 戦でシーズン初ゴールを決め、6月8日の浦和レッズ戦、6月11日ベルマーレ、平塚戦では2ゴールを決めた。現役最後の公式戦となった6月15日のジュビロ岩田戦では、直接 FK を蹴り、これがバーに当たり1点目のゴールが生まれ、前半21分に相馬直樹のパスからボレーシュートで通算817ゴール目となる。 決勝ゴールを決めるなど怪我を押して、後半11分までプレー、最後の3試合で3試合連続ゴールを決めたこととなった。試合後には岩田サポーターからもジーココールが続いた。7月23日の J リーグオールスターサッカーに先発フル出場したのを最後にブラジルへ帰国したが、1994年秋にはジーコカーニバルの一つとして、 カシマスタジアムで行われたロベルト・リベリーの監督が率いた J リーグ選抜イアントラーズの試合に出場した。1995年にカシマのテクニカルアドバイザーに就任し、これ以降も日本との関係を維持し続けた。プロとしての現役からは退いたものの、ビーチサッカーのブラジル代表ではプレイしており、 ビーチサッカーチャンピオンシップでは1995年と1996年の2大会で優勝し、1995年の大会では MVP 及び得点王にも輝いていた。1996年にリオデジャネイロで CFZ を設立、ブラジル国内の選手育成や、かつては鹿島の若手選手育成の場として用いられていた。以降、 この CFZ 運営資金のために監督業に本格的に乗り出した。1976年2月25日のウルグアイ代表との親善試合にブラジル代表として初選出され、その試合で得意の FK からゴールを決めるデビューを果たし、次の29日アルゼンチン代表との親善試合でもゴールを決めた。FIFA ワールドカップには1978年、 1982年、1986年の3大会に出場した。初のワールドカップ出場となった1978年の FIFA フフワールドカップアルゼンチン大会では、初戦のスウェーデン戦で先発出場。終了間際のコーナーキックからの得点が取り消された。2次リーグのペリュー戦ではゴールを決めたが、この2次リーグでは、 いずれの試合でもわずかな出場時間しか得られず、最終節のポーランド戦では先発するも、わずか7分で負傷交代、チームは3から1と勝利したが、最終節でアルゼンチンが対勝したことで、逆転され、決勝には進出できず、また3位決定戦となったイタリア戦でも出番を得られないなど、不本意な大会となった。1982年、FIFA ワールドカップ。 スペイン大会では、名称テレサンタナ監督の下で、ソクラテス、ファルカン、トニーニョセレーゾと共に、黄金のカルテットを形成。技巧的なパスワークと攻撃力で、優勝候補の大本命と目された。一次リーグでは、第二戦のスコットランド戦では、直接 FK から1ゴール、第三戦のニュージーランド戦で2ゴールを決め、二次リーグに進出。 アルゼンチン戦では1ゴールにアシストの活躍で勝利に貢献。最終戦でのイタリア戦では、クラウディオ・ジェンティーレの必要なマンマークに合う。5分に、イタリアのパオロロッシに先制されたブラジルは12分、ハーフウェイラインを越えドリブルしてきたソクラテスがジーコに、スルーパスを出すと、ジーコは、クラウディオ・ジェンティーレのマークをターンで外し、そのままゴールに走り込んだソクラテスに、 リターンのスルーパスを出し、同点ゴールをアシストした。しかし2から2で迎えた75分、ブラジルは DF のミスからロッシに3点目を決められて敗戦し、準決勝には進めなかった。しかし、この時に披露したサッカーは、ブラジルサッカー史上最も魅了したチームと称えられている。1986年、FIFA ワールドカップ、メキシコ大会直前のユーゴスラビアとの親善試合では、 ハットトリックを決めたが、膝の負傷によって、数ヶ月間プレーを中断。膝の負傷は言えず、控えに回った。最後のワールドカップは、グループリーグ最終戦の北アイルランド戦、ラウンド16のポーランド戦でいずれも途中出場、準々決勝のフランス戦では交代出場直後に、見せたスルーパスによって獲得した PK を、自らが蹴るが、これを罰に防がれ。 延長 PK の末に敗れ、現役を通じて、ワールドカップ制覇を成し遂げることはできなかった。1998年に、鹿島のテクニカルアドバイザー在任中に、ブラジルサッカー連盟の要請を受け、ブラジル代表のテクニカルディレクターに就任し、FIFA フフワールドカップフランス大会にスタッフとして参加した。準優勝に導いたザガロ監督を補佐した。 2002FIFA フフワールドカップ終了後、フィリップ・トルシエの公認として2002年7月22日に日本代表監督に就任。日本代表監督最高額の年俸だった。それまで監督経験はなかったものの、ブラジル代表のスタッフを務めた経験や、鹿島の選手やテクニカルディレクターとして同クラブの躍進に尽力した経験からの抜擢であり、 日本サッカー協会,会会長の川淵三郎の意向でもあった。ジーコは AFC アジアカップ2004に優勝。FIFA コンフェデレーションズカップ2005では、初戦のメキシコには敗れたもののギリシャに勝利し、ブラジルとは2-2で引き分けた。またワールドカップ地区予選を世界中の国に先駆けて最も早く突破し、W 杯直前のドイツとの親善試合を引き分ける。 などの結果を残した反面、細かな規律を設けない選手の自主性に任せた指導は、様々な波紋を呼び議論の的となった。日本代表監督での国際 A マッチ式試合と、勝利数はいずれも歴代1位の記録であり、日本サッカー史において4年間通じて、式をトリプレイオフもなく W 杯地区予選突破を果たした最初の監督になった。成績等については、 下の諸項目を参照のこと。2006FIFA フフワールドカップ終了後、日本代表監督を契約満了により退任。その後、2006年7月4日にトルコシュペルリガのフェネルバフチェの監督に就任。2006から07シーズンは、カップ戦は取れずに終わったが、リーグ戦では、序盤で首位に立ってから一度もその座を譲ることなく2007年5月13日に、 優勝した。2008年に行われた UEFA チャンピオンズリーグの決勝トーナメントへ同クラブを初めて導いた。決勝トーナメントではセビージャに PK 戦の末勝利しベスト8に進出。準々決勝では強豪チェルシーと対戦。圧倒的な不利の下馬評の中、ホームでは2から1で勝利した。しかし、 続くアウェーでの試合では0から2と敗れ、ベスト4進出はならなかった。2007から08シーズンの国内リーグでは2位。シーズン終了後、人気満了に伴い延長交渉を受けたが、クラブとの条件が合わず退任。2008シーズンは、ウズベキスタンの強豪、チーム部におどこルでリーグ戦途中から指揮を取ることになった。就任直後に行われた。 AFC チャンピオンズリーグはアデレードユナイテッドに敗退したが、ウズベキスタンカップとウズベキスタンリーグは共に優勝し、2冠に輝いた。また、ウズベキスタン代表のアドバイザーも兼任していた。2010FIFA フフワールドカップアジア4次予選の対日本、代表戦に自身が来日して視察するのは断念したものの、日本代表対策をカシモフ監督に伝授し、 アウエーでの1から1の引き分けに貢献した。ブニョドコルとの契約期間は2009年12月までだったが、ロシアプレミアリーグのチェスカ・モスクワがガザエフ監督の公認としてジーコに興味を示したためにクラブとの話し合いの末円満対談した。2009年1月、チェスカ・モスクワの監督に就任。契約期間は3年間。UEFA カップからでは、 ラウンド16で敗退した。ロシア国内では国内カップ戦で優勝したものの、リーグ戦は主位に勝ち点を大きく引き離され4位と低迷していた。チスカ・モスクワはジーコが来る前の過去6シーズンで優勝3回、準優勝2回のロシアリーグの強豪であり、2009年9月10日にジーコは成績不振で解任された。ジコが率いた2009シーズンの成績は、 巨額スポンサーと契約を結び、黄金時代が到来した2003年以降の中でワースト記録となっている。2009年9月16日、ギリシャスーパーリーグのオリンピアコスの監督に就任した。チャンピオンズリーグではベスト16に進出するも国内カップ戦でフルメンバーを率いて2部チームに1回戦で敗退し、リーグ戦でも一時は、 勝ち点2差の2位につけたもののその後勝ち点7差まで引き離されて解任された。2010年1月28日、2022FIFA ワールドカップ日本海最小値アンバサダーに就任。2010年6月にフラメン語のテクニカルディレクターに就任したが、10月にはクラブ内での対立を理由に辞任を表明した。2011年4月、同年3月に起こった、 東日本大震災の惨事を痛み、日本でのチャリティーマッチとは別に南米でチャリティーマッチを行った。J リーグで活躍したブラジル人を中心にアルシンド、トゥーンが、ロマーリオなどが参加した。なお、三浦和義にも参加を要請したが、J リーグに専念したいという理由で辞退している。2011年6月、5年ぶりに来日し、6月4日に、 カシマスタジアムで行われた事前試合に出場し決勝ゴールを決めた。2011年7月リオデジャネイロで行われた 2014FIFA ワールドカップブラジル大会の大陸別予選組み合わせ抽選会のくじ引きでアジアを担当した。2011年8月イラク代表監督就任の報道が出る。8月29日正式にイラク代表監督に就任する。 契約期間は1年。もともとイラクを W 杯に出場させた経験を持つジーコの兄エルに来たオファーだったが兄から譲られ、ジーコがイラク代表監督に就任した。2012年7月28日、ジーコ自身の公式 HP で、ジーコは5ヶ月間、スタッフは10ヶ月間給料未払いであること約月11日に、 予定されている 2014FIFA ワールドカップアジア4次予選 B 組第4戦日本戦に出場予定のイラク代表選手7名の所属クラブがなく練習が困難という状況に対してイラクサッカー協会が何ら手を打たないことを理由としてイラク代表監督辞任を示唆したが8月7日から弁護士を通じて給与未払い問題については 支払い先の銀行口座を再確認するなどの条件のもと、2014年夏までの契約継続を確認した。契約の細部の見直しなどを得てからイラクでの監督活動を再開した。9月11日には予定通り対日本代表戦を指揮し、翌日にはカシマ・アントラーズを訪問した。しかし、11月27日イラク代表の監督を辞任した。 2013年8月、カタールのアルガ・ラファーの監督に就任。しかしはずが5ヶ月後の2014年1月に成績不振により監督を解任された。ジーコは結果がついてこなかった。残念だがサッカーとはこういうものだと自身のフェイスブックで語った。チスカ・モスクはオリンピアコスに続き、クラブチームの監督として3回連続で成績不振で解任となった。 2014年9月、インディアンスーパーリーグの FC、ゴアの監督に就任。2016年8月、日本サッカー殿堂検証が、日本サッカー協会より発表された。2017年8月10日から17日まで、来日して、8月15日には、埼玉スタジアムでのスルガ銀行チャンピオンシップ2017、浦和レッズ VS シャペコエンセ戦を観戦し、その試合前には、 前年に計画された日本サッカー伝道の記念セレモニーが行われた。8月17日には鹿島アントラーズのクラブハウスを約5年ぶりに訪問した。2018年7月、鹿島アントラーズのテクニカルディレクターに就任すると発表され、8月にはコーチとして役員登録された。カステロブランコ大学体育学科出身。ブラジルサッカー界の英雄であるペレになぞらえ。 白いペレとも呼ばれていた。また、長く、選手として在籍したフラメン語の、ホームスタジアムエスタジオド・マラカナンの名称から、マラカナンの英雄とも歌われた。幼少時代に、兄が所属するチームが得点するたびに、音取りの掛け声をしていたことから、愛称は、ガリーニョでキンチーノと呼ばれた。サッカーを目指した華奢で小柄なアルトゥール少年は、周囲から、アルトゥールジーニョと呼ばれ、 アルトゥールズ一個となり、最後は語尾の事故だけとなりンゴ定着している。フラメンゴ時代やブラジル代表時代、またカシマアントラーズ時代の選手、親しい関係者間ではガーロの愛称で呼ばれている。フェネルバフチェ監督時代は、ファンから本名のアルトゥールと同じ綴りであるアーサー王伝説からアーサー王と呼ばれていた。1975年に、 サンドラ夫人と結婚。三人の息子を設ける。長男のジュニオールは、元サッカー選手、サガントスでプレーしていた時には、ジーコも、トスまで訪れた。なお、ジュニオールの妻は、日系人である。次男はブラジルで有名な歌手ブルーノコインブラ。実系はエド。ブラジルは、サンバやボサノバ、また、ブラジル音楽などで知られる、音楽大国であるが、彼もまた、 ブラジル音楽を好むことで知られる。1994年には友人であるファギネルが来日した際のアルバムにコーラスで参加。ポニーキャニオンではホベルトメネスカルと組んでジーコレーベルと称して何組かのアーティストのアルバムを発売、また息子であるブルーノもパゴージで CD デビューを果たした。エスコーラジサンバベージャフロールの大ファンとして知られ、その一員として、 パレード会場を更新する姿が日本のメディアでも紹介されている。人格者として知られているが、ウディネーゼでの2シーズン目には審判への暴言で長期出場禁止処分を受けた。また1994年1月に国立霞ヶ丘競技場で行われた J リーグチャンピオンシップ第2戦では、三浦和義の PK の際にボールへ唾を吐く、非心指的行為で退場となった。 後に、ジーコ本人は、J リーグ初年度の優勝決定戦という歴史的な記念試合であのような行為をしたことを申し訳なく、思うと反省の弁を語っている。具行に至った理由としては、相手チームに有利な開催地に不満があったことと、ビハインドの展開での不利な判定に対する憤りがあったと振り返っている。上記のように、プレー中は熱くなることもある。ロベルトバッチオは、 幼少の頃ジーコに憧れ、フリーキックの蹴り方を真似ていた。またバッチオから自身のフリーキックの精度向上のため、フリーキックを蹴る映像を送ってほしいと依頼され、ジーコは自ら多くの時間を割いて映像を編集したビデオを送付した。日本代表監督時代はチームに細かい約束時やペーパープランは与えず、大まかな指針を決めた後は、 選手間で競技をさせることで現場の現実を組織全体の方向性に反映させるというやり方をとった。オシムやベンゲルをはじめとした日本で指導した有識者たちの多くから日本人は実際に起こっている現実から判断をせず現実と乖離する決まりごとに従うという独特の短所があると指摘されており、ジーコはそれが 実践的な戦いの大きな妨げになっているとし、自主性を大きなテーマとしたのである。ジーコが就任した前後の時期は、日本人選手が次々に海外リーグへと進出していく時期と重なり、中田や中村や小野など、過去の日本にはない才能と欧州経験を兼ね備えた選手が揃っていたため、彼らのセンスとひらめきに期待が大きかったが、W 杯での惨敗を受け、 中田を、はじめ多くのコメンテーターが、日本には、まだ早かったと総括した。また近代サッカーにおいては、ミスの有無こそが勝敗を大きく左右すると考えていた。ために、特に中盤の選手には一定の技術水準を求めた。この選考基準に対して、総力を優先する公認のオシム監督は、水を運ぶ選手が福西しかいなかったと批判したが、 一方で W 杯予選を勝ち抜いたことをジーコの果たした仕事は大きくトルシエより上だ。それは単純に予選を突破したという意味でネット一定の評価をしている。そのカリスマ性と人柄から多くの選手に慕われる一方、マスコミから序列と揶揄されてしまうほどレギュラーメンバーを欧州組に固定し、そのレギュラーが欠場しないと控えの選手に、 なかなか出番が与えられなかったり、招集メンバー発表の際に、今日がキックオフなら、このスタメンと、試合の何日も前に予定スタメンを発表し、序列を明確に示してしまい、サブメンバーの指揮を落とさせてしまうなど、選手のモチベーションコントロールでの失敗も多く見られた。実際、2004年に起こった選手の無断外出キャバクラ事件も入店せずに引き返した山田を除く全員が、 サブのメンバーで合宿をする前から起用される選手が決められていることへの不満が原因とされている。2006年 W 杯でも選手の指揮をコントロールできず、起用法への不満やレギュラーとサブの結束が不安定な状態で迎えた初戦に敗れたことでチームは空中分解してしまった。 初戦の後その空気に普段温厚なジーコが今までに見せたことのないほど激怒し選手を怒鳴ったが状況は改善されずチームは史上最強と言われながら良いところなく敗退した日本代表監督として招集した人数はとても多く試合出場選手の総数は57人であるトルシエは総数で64人定着はしなかったものの オシム時代に選出されたアテネ世代の主要選手の多くは鈴木、トゥーリオ以外、ジーコ時代にフル代表デビューしている。日本代表退任後、トルコリーグ所属フェネルバフチェ監督に就任した。トルコカップは敗退したが、リーグ戦では2位に勝ち点差級をつけて優勝した。これは1990年以降のトルコリーグで最大勝ち点差である。また、 翌年のチャンピオンズリーグでは、クラブ史上初めてグループリーグを突破、最終的にはチームをベスト8にまで導いた。2015年、日本とブラジルの外交関係が樹立して120周年を迎えるにあたり、在料でジャネーロ日本総領事館より、親善大使に任命された。その他の公式戦、エルグラフィコ氏から表彰されたジーコ、ディエゴ・マラドーナ、ウバルド・フィジョール、 ありがとうございます。